それではエレベーターマニアに忖度をしてエレベーターに乗っていきます。こっちのエレベーターのボタンはね、割と普通というか、こっちはこっちでまた違うメーカーなのか、ボタンがちょっと違いますね。日立のエレベーターだそうです。反対側のドアが開きます。エレベーターマニア的にはどういうボタンのエレベーターが評価高いんでしょうかね。そのあたりは気になります。そしたら次は向こうの南口の方に向かっていきましょう。南口の両サイドも今空き地になってますけど、まあ、さっきの模型によるとタワーマンションができるそうです。タワーマンションができたらここからの風景もガラッと変わりそうですね。そしてここまで来るとですね、ガラスから外が見えなくなっています。白い何でしょうかね、これカバーかなんかがかけられているんでしょうか。なんか目隠しっていうか白いブラインドになってるな、なぜだろう。この白いカバーの向こうには一体何があるんでしょうか。なるほど、マンションがあるわけですね。さすがにこの連絡通路とマンションが近すぎて、マンションの中身が丸見えだからこういうカバーがかけられたのでしょう。それにしてもですね、この連絡通路からも苗穂工場が本当によく見えますね。自由連絡通路の大きな窓もですね、東側は苗穂工場と苗穂駅の構内が、そして反対側西側はですね、札幌駅周辺のビル街が見えるということで、完全に両サイドの景色を通行人に見せることを意識した作りになっています。どっちを見てもですね、どっちの方向を向いてもそれなりに見応えがあるというのは素晴らしいと思いますね。鉄道マニア、ビルマニア両方とも満足ができる、そういう自由連絡通路です。そしてここが苗穂駅の駅入り口前ということになります。まあ、お正月でアリオの初売りに行く人が多いっていうのもあるんでしょうけど、苗穂駅ってこんなに人たくさんいましたっけ昔。それでは南口の方に向かっていきましょう。今はですね、両サイド空き地になっていますけど、ここもタワーマンションがですね、駅舎の西と東にそれぞれ1個ずつ建つ予定となっています。南口の方はですね、まっすぐ素直に進んでいくとこのエスカレーターに乗るということになります。なんとなくこの左のレンガを見てるとね、スーパーマリオっぽい感じがちょっとだけしてきたりもしますね。はい、それでは、南口の1階に出ました。南口の建物はですね、北口に比べると小さいんですが、ただ玄関入ってまっすぐ伸びるこの階段が素敵ですね。エレベーターは一応シースルーですが、階段利用者にシースルーを見せる構造にはなっていません。
そしてここにはですね、扉があるんですが、まだ工事中だそうです。それでは南口、外の方出ていきましょう。これが苗穂駅南口の駅前広場です。南口の方はですね、もともと入り口があった方ということで、タクシーも止まっていますし、まあ、従来からの利用者がですね、多いエリアではあります。この柵の向こうは空き地になっていますが、計画によればタワーマンションができるそうです。そして今右に見えているのがライオンズタワー、札幌で確か一番最初にできたタワーマンションだったと思います。あれができた時はね、都会だと思いましたね。そしてこの辺りのですね、街並みっていうのは基本的に昔からある古い街並みなんですよ。そしてこれが苗穂駅南口の駅舎です。基本的なデザインはですね、北口の駅舎、あるいは白石駅と同じような感じなんですが、ちょっと小ぶりですね。北口に比べるとちょっと小ぶりな駅舎になっています。ただデザインコンセプトについてはほぼ同じかなと思います。はい、JR 苗穂駅の南口をですね、そしたら歩いて行きましょうか。この広場というか、この空き地ですね。この駅前の広い空き地もですね、いずれはタワーマンションが建つ予定になっているらしいです。そのためかですね、このパーキングも営業終了しており、車も全然止まっていません。この辺の建物ってそんなに背の高いのではないですけど、あそこにタワーマンション1軒あるぐらいで、県政会札幌会館がこの辺りにあるんで、そしたら南口の方を渡っていきましょう。南口はですね、階段やエスカレーターが収められている建物は小さいんですが、駅舎本体、そしてホームに降りる階段が見えますので、遠くから眺めたときはですね、それなりに立派な駅に見えますね。もう南口は北口と違ってですね、窓ガラスの境目に金属の柱のようなものがですね、組み合わされている、そういうデザインになっています。よく見るとちょっとだけデザインが違いますね。はい、それでは駅舎の中戻っていきます。エレベーターマニアに忖度しようかなと思ったけどやめました。レールがあるのは同様、玄関からまっすぐ上に向かって伸びていくこの階段ですね、こちらを今回は利用したいと思います。北口と同様に一段一段の高さというのはそんなに高くはありません。そしてここからはですね、苗穂駅のホームがよく見えます。ガラスに網も入っていないのでホームがですね、よく見えますね。そして札幌駅前のビル街もここからよく見えます。こっちはですね、どうも北口に比べると通路がですね、レンガとレンガに挟まれていてちょっとだけ圧迫感があります。ただですね、このスペースはですね、南口の駅前広場がよく見えるんですけれども、あ、このスペースね、穴場かもしれないな。階段で来ないとここに来れないんですよね。南口
口の駅前広場がこっからだったらすごいよく見えるな。これは昔からあるタワーマンション。こっちの空き地とあとはそっちの空き地、両方タワーマンションができるそうです。それではもう一度階段を上って改札階の方に上がっていきましょう。こっちは基本的にですね、ガラスにブラインドとかはついていないんですが、タワーマンションができたら北口と同様にここのガラスも見えなくなってしまうという、そういう可能性があります。南口からの方がですね、内部駅の駅舎本体には近いですね。なんだかんだ言ってアリオまで行くのは遠いです。それではまた駅舎の方戻っていきましょう。改札を通って目の前には信号機がお出迎えと。それでは今日はこの辺で。